こんばんは。ヘブンバーンズレッド無課金攻略中のアーサーです。5ステップセレクションガチャをやります。このガチャは3000クオーツお得に50連でき、50連目に SS が確定します。来い！白くて丸いお前たち！SS を引いてしまいました。二階堂美里、ホリデーニングアベル。このスタイルはだと氷属性のアタッカーで、自身の氷属性スキル攻撃力を上げるスキルと、全体に対 HP プラス 50% の攻撃をできる専用スキルがあります。専用スキルは12連撃でオーバードライブ中は威力と連撃数も上がるので、オーバードライブゲージ稼ぎと威力ともに期待できそうです。50連目です。今宵は怪盗を華麗に奪い取ります。アイリーン・レドメイン、月下のハイド&シーク。このスタイルは突属性のブレイカーで、貫通クリティカルという特殊な効果を持っています。その効果は敵の耐性を無視して弱点を突き、必ずクリティカルが発生するというものです。専用スキルの攻撃はそれに加え、敵のバフを3つ解除するという効果もあります。お正月か3周年まで石を温存しようと思っていたのですが、限定ガチャが追加されたのでやることにしました。ボーナスゲージもついていますし、やるしかないです。50連くらいでユッキーを引いてやめたいと思います。50連目です。私が輝くためのランウェイ。90連目にしてやっとでタイスレスでしたが、ピックアップできず、ニーナはこれで限界突破2回になります。100連目です。
夜のテールランプは時に人を大胆にします。もう出ないかと思い始めていたところでやっと2体目です。柳ニオン、夜風のチルタイム。このスタイルは突属性のヒーラーで、全体を大回復してデフレクタの 150% まで上限突破できます。強力な全体攻撃に合わせて使いたいですね。150連目です。結果に心が折れそうですが、石を集めてきたのであと20連やりたいと思います。天井はない仕様ですが、交換できる200連が実質天井と言えます。200連目です。最後にピックアップに成功するのでしょうか。来い、白くて丸いお前たち。氷属性のミサトさんでしたが、限界突破したいと思っていたので、これはこれで良かったです。スエス3体ピックアップ0という惨敗に終わりました。このコードを喰らえ。泉ゆき、傍らのプリンセス。このスタイルは凸と闇と火属性のブレイカーで、敵のダウンを1ターン延長できるパッシブスキルと、2ターンの間敵をハッキングと脆弱状態にし、闇もしくは炎で攻撃できる専用スキルがあります。ハッキングは敵の全能力を100下げるので、サポート役としてかなり使えそうです。続きまして、ヘブ版千日感謝祭の100連ガチャをやります。我が前に広がるは万丈。初期スタイルのミサトさんはこれで限界突破 2.5 回です。種も仕掛けもあるかもな。またしても SS が来てくれました。大島いすず、マジックオブスマイル。このスタイルはなんと光属性のデバッファーで、光属性強化フィールド台を8ターン展開し、敵全体の光属性防御力と防御力を2ターン下げるという強力な専用スキルがある上に、ターン開始時に味方の拘束状態を解除できるという初期アビリティまで所持しています。4日目にまた SS です。天を貫き、大地を砕く。マキチロはこれで限界突破3回になります。この釣り目はいつか永遠を数える。
や玉ゆら一夜の無か、このスタイルはとつと氷属性のデバッファーで、自身のスキル攻撃力とデバフ効果を強化するスキルと、敵全体の氷属性防御力と防御力を永続的に下げて攻撃し、回復力も致命的に下げる専用スキルがあります。かなり使えそうなスタイルですね。フレッシュなクリームソーダビームをお持ちしました。雷属性の葵はこれで限界突破1回となります。 SS の頻発で限定ガチャでの大敗を取り返しつつあります。あと2体 SS が出てくれたら平均値になります。これで限界突破1回になります。 SS 確定チケットガチャをやります。ロックスターとして来たってのは、お前はお呼びじゃねえんだよ。雷属性のルカはこれで限界突破 2.5 回になります。もう1回やります。人類を見くびるな。対戦もこれで限界突破 2.5 回になります。今回のガチャは通常確率363回で SS は9体でした。通算では3205回で92体、平均排出確率は約 2.87% となり、前回の約 2.96% からさらに下がりました。これでしばらくはガチャを回せませんので、地道にバッジの取得に力を入れていきたいと思います。